そうしましたらですね、はい、スペシャルゲストお呼びしたいと思います。土屋圭一さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、先ほど見ていただいた方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、はい、土屋さん、86あそこに2台置いてありますけれども、はい、どんなお車なのかっていうのを、まあ、ちょっと簡単に教えていただいてもいいですか。まあ、旧型の A86 に関してはもう、はい、エンジンがもう行き着いてね、 4AG から 5AG、7A という、そういう仕様で足回りも壁に変えたり、あ、まあ、新型か、まあ、新型の方はこれからね、これからまあ皆さんが、このくらいのライトチューンだったらやってもいいなっていうレベルを、まあ、A86 と同じようなレベルですね。見た目はまあほぼノーマルだけど、ちょっとこう綺麗めな感じで、だから A86 の延長線上に、トヨタ 86BRZ あたりが来ればいいかなと思ってます。はい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 。まあ、鎌田さんが大体こうあの車っていうのは手かけられてるかと思うんですけれども、相当いろんなことやってらっしゃいますよね。まあ、A86 に関してはもう、はい、土屋さんのストリート号に関してはもうやってない場所がない。ないぐらい。はい、ちなみにエンジンだけで何回ぐらい交換してるんですか。いや、4AG がだから TRD とやってる頃が4機壊してますね。で、5AG でも3機ぐらい壊してるでしょ。で、今の 7A は1回も壊れてないよね。壊れてないです ね。はい。はい。まあ、だからまあとんでもない金額がかかってるっちゃかかってますよね。そうですね、はい、エンジンだけでだって1500万ぐらいかかってるでしょ。そんな E86 なんて世の中になかなか存在しないんじゃないですかね。だから86に乗ってる人ってバカ多いよね。そうですね、結局は。いや、本当にバカ多いよ。まあ、いい意味でのバカ。いい意味で、はい、だと思う。だから、なんかうまいもん食うなら86にかけるみたいな。そういう人が多い、86乗りはね。まあ、ちょっとそれ根性もんみたいなところあるんですかね。と思いますけども ね。だからそのくらい、ね、なんだろう、普通に乗ってればね、全然問題ないんだけど、うん、我々86好きって、A86 好きってね、やっぱりこう分回すから壊れるんだよね。そうですね、はい、分回さないで普通に街乗り乗ってんだったら壊れないですよ。そりゃそうですね、はい。まあ、だけどその新しい86っていうのもですね、その A86 にまあ負けないって言ったらちょっと大げさかもしれないですけれども、楽しい86に仕上げていこうっていうのが土屋さんのコンセプトですよね。そうですね、だからやっぱりこの何年間でずっと FT86 と BRZ 見てきて、スーパーチャージャーとかターボとか壊れてるとか、乗りにくいとかっていうのを見てきて、やっぱり NA かなっていう。まあ、ノーマルだと200馬力って言ってますけど、はい、175馬力しかないですからね。それをなんとか200馬力ぐらいにしたいなっていうので、まあ、そうですね。先ほどのトークショーでは藤坪さんにも参加していただいて、まあ、マフラー装着しただけで10馬力上がったっていう。そうですね、はい。まあ、そういうなんか、今200馬力ぐらいですか。今ちょうど200馬力ですね、はい、NA で楽しめる範囲で楽しんでいこうっていうのが今の。坂東さん見っけ。早くないですか。坂東さん見っけ。まだずいぶん上昇ですけど、 GT 見てる人、はいはいはい、GT 見てる人、ほら、あの人が一番偉い人、 GTA の坂東さんね。なんかお隣から昔俺この人に殴る蹴るやられたのね。そっから上がってくるんです。殴る蹴る、昔は。今は普通にいいおじいさん。帰ります。何を帰る、何を帰る、座ってよ。いや、ご挨拶をしないと。座って、この世界に来て。座って。この人昔もう本当にやばかったんだよ。俺最初プロになった時にこの人がまあプロに行かせてくれたんだけど、 TRD に最初この人のところでバンド紹介で乗ってたんだけど、ぶつけたりすると殴る蹴る、ね、今はペナルティーかける人。何言いたい放題、そんな好き勝手なこと。こいつが峠を走って黄色の車線を横になって走って JAF に怒られたのが最初じゃん。薄いで ライセンス永久剥奪。そう、大変な問題が起きてたのね、そんな中でよくこう真っ当な人生を送れるようになって。あのね、お互い様だと思う。オートバックスっていい人だね。そんなことお互い様だと思うよ。普通さ、ね、レースでぶつけたら殴る蹴るなんかやったらマスコミが大体出すわけよ。
でも坂東さんが殴ったり蹴ったりするとマスコミが出さないの世の中に。あのね、そこまでには原因があってね、どうしたのってこのドライバーに聞いたらあいつにぶつけられたとかね言うんだよ。で自分は死んだふりかなんかしてんだから、で救急車に乗っかってって元気なくせしてであいつがぶつけてきました、寄せましたって言うから、そいつはどうしたのって俺が聞きに行ったんで、で聞きに行った時にドアを開けて聞けばよかったんだけど、そのドアの中からヘルメットを持ってただ外へ出しただけの話ヘルメットをわしづかみにして引きずり出すからね。いやいや、そういうこともあったっていうのも原因を作ったのはみんなお前だからな。いや俺はだからその時にレースでぶつかった時にさ、坂東さんにすいませんぶつけちゃいましたって言うと俺が殴られるからね。だから俺は救急車に乗ってもう頼むからすぐ医務室に運んでくれって言うしかない。だって後で見たら全然行ける場所じゃないの、2台のは挟み撃ちのところを真ん中を挟まれたんじゃなくて後ろからそこを飛び越えていってるんだから、それは宙を飛んでぐるっと回るよね。挟まれた挟まれてない、お前あの全然隙間がないところに行ったはい、わかりましたその通りです。それで俺は悪者になったいやだからその頃ってさ、証拠がなかったわけよね。証拠がなかったからもう自己申告なわけよ、俺は坂東さんに。いい時代ですね。ね、そう、俺が世の中で一番速いって 100R を横になって86で走るとそれは GTR よりも速いって言ってるんだけど、横になってやっとの思いでストップウォッチを持っているわけだけど、そこを見に行ってないから全体的なタイムだけ見てるから本当は横になってる方が遅いさ。でもかっこいいんだよねでもやらせてくれるんだよ、ね、全然。その後シューマッハが F1 に出てきてドリフトしてたら、おいドリフトしていいとか言って言ってることが違うんだから、大体俺がやってると否定するくせにシューマッハがやるとおドリフトしてもいいぞとか言って。ドリフトっていうのはカウンターゼロのドリフトが一番速い。ああ俺いやいや、そんなかっこいいもんじゃないお前の完璧にこっち向いてるそのまんまずーっといくじゃん、ね、よくそんなこと言えねえよ。もう金土日って壊れるソアラに乗せたんだよ俺に、ね、いやあれはトラスが悪い。何がトラスが悪いの、どこなんかにトラスいねえのか、お前ないの、ね、木金土日ってエンジン壊れんだよね。あれはなんだっけ、 5M ってやつだよね。そうそうそう、あ懐かしいですね、 JSS で、うんうん、そんな車で俺に乗せてたの。いやミッションが壊れてな、でそのギアが、はい、ギアが室内でヘルメット被ってるのに、どういうわけかギアが飛んできたって、ね、フライホールが突き破って室内を、屋根穴開いて、で俺がいやこの車やばいっすよって言ったろ、そんなこと言ってんじゃねえよ、乗せ替えるからまた行けよみたいな、そんな怖い車乗りたくないじゃない。だから昔オイルレベルゲージがあって、それをスプリングで止めてたんだけど、それが外れてオイルレベルゲージからオイルが吹き出したのがエキゾースト伝わって中に入ってきてたの、でこいつストレートでこうやって窓が開かないのにアクリルの小窓からこうやって手を出して一生懸命なんかってパク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 してるの、空気を吸ってたの。だから金魚が酸素がない状態でこうパクパクパク、もう車内がもう、いやそうそう、ほんとやばいよ。だって車の中が室内の窓が密閉されてるからさ、それで煙が出てくるわけよ、燃えたオイルが燃えた、だからもう空気吸いたくてしょうがないわけよ。それは面白かったんだよそれレース中だったの。それでチェッカー受けてそのまんま車検場にそのまま行って倒れて、でそのまま医務室行ってそのまま救急車で入院したのそれでも笑ってんだよ、ね、人が救急車で運ばれてんのよ笑ってんの。車の方が心配じゃん、ね、え車はさお金かけないと直んないじゃん、誰かが直してやんだけど、人間はほっといても直るじゃん、切り傷なんでも。ひでえ男だよ。だけど ねどう思いますこういうね、まあ、チームオーナー、このシェイクダウンの時に、そのソアラのシェイクダウンの時にエキゾーストが運転席の下を通ってたんだよね、はい、そしたらピットに入ってきて2周目ぐらいでピット入ってきたら、もうドアが開いてシートベルト外して車止まってないのに自分で飛び降りたの、これ、はい、して何かと思ったら燃えてんだ足が、シューズが、靴が燃えてるね、レーシングシューズが。そうそんなさ足元にエキゾースト通さないでしょ普通。すごい熱い車だ、熱いよ、熱い車すごい、まあ、それから耐熱張ったんだけどね
で靴が燃えてんだよ本当に。靴が燃えてすごいですよね。靴から煙が出てくるんだからさ、そんな車乗せんだから毎回。いや、あの頃はそういう時代だったんだよ。何があの頃だ、他の車なんかなかったよ。そうだっけ。俺の車だけ燃えてたもん。ソアラだもん。だってソアラバカにしちゃいけない。まあ、そんなね鍛えられたってことですね。土屋さんもね。そうそうそう。それで今がある。今がある。そうそう。危ない車は行けないと。危ない車乗ったから今がある。あれ本革シートのソアラだったんだよ。そうそうそう、新車だったもんね。新車だった。いや本当にトヨタがやめてくれって言ったんだから。そのソアラの新車だからね。そう。それ無理くりレース用にしちゃったんだからでも TRD もトヨタもやめてくれって言ったら高級車だから、ね、それ新車で持ってきてレーシングカーにしてで木金土にしてエンジン壊れてまあすごいです、すごい時代ですね、歴史あり、うん、歴史あり、はい、本当にでも、ね、でも峠だからね基本は。あ、まあ、基本はそうですよね。だけど黙認してたよ。いやいやそんなことはね、俺はやめろって言ってた。やめろって一言も言われたことない、全然一回もない。これ薄井の弓道早かったねもう時効だからね。あ、ダメなのそういうこと言って。いやまあ、いやもういいの、もういいの、もう大丈夫じゃない、昔の話だから。今だとちょっとまずいですけどね。あ、だってあの横浜タイヤアドバンタイプ D なんか薄い峠で開発したもんね。だからあれボロボロになっちゃうのすぐな。日本違う話にしようか、ね、違う話です。そうですね、僕楽しいですけど聞いてて何が楽しいの、ね、あんなにヘルタイヤないよ。だけど早かったじゃない。でもスターレットの61だったかな、 KP61 あれで2人で運転して薄いの弓道と、うん、ルームランプがつくの。ルームランプがつくっていうのは昔ドアを開けるとルームランプがつくじゃん、中が見えるじゃん。走ってるうちにそれだけよじれてあのドアがこう浮くんだよね、動くんだよね。だからルームランプが勝手につくんだよね、ふわふわって。じゃああれは薄い峠の亡霊よくああいう車があったよね。それからロールバーを入れようっていう。あ、帰れってか、はい、え、帰れって岡山、岡山、車で岡山行くの？知らん、知らん、よく知らん。え、マジで？あ、そう。はい、え、な、何しに行くの？お仕事。お仕事。岡山開幕戦の話？そうそうそう。あ、そう。ね、まあいろいろあるんだろう。まあもうちょっと待たしとけば。いや本当にこの人の話は本当面白いよ。いやいや。そんなことはない。真っ当な青年実業家として送ってきて今があるということ。いや、知ってる昔、ね、まあ、あの伝説は坂東商会っていう真っ黒いトラックでレーシングカー運んできて、ね、で他のピットにみんな人がいるでしょ。もう一言だよ、どけこの野郎ええーね、そんなことしたことはない俺は。あ、だからもうじいさんだから忘れちゃうんだよ。いや本当にみんながピットにこう並んでんのにさ、後から行ってどけやほらとか言ってどかしてでソファラ置いちゃうんだから KP61 とか記憶にない。それで今あの GT プラスでペナルティーかけてね、この人はね、服部にあれダメだこれダメだってね。いや、あれは俺じゃなくて服部だからやらせてんじゃん。いやいや俺はそうなんだっていうのに聞いてるだけで話であっていや本当にそんな人が GT をやってんだよ、どう思います。いや、そういうんだらなんで ART は土屋圭一を雇ってるかっていうの方が問題だってそもそも、え、何がおかしいわけ。その上にアグリもいるんだよ、どういうチームだって話だよ。何がおかしいの皆さんは。そう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 、ねえ、まともじゃない。何が、最近まともなふりをしてるだけだろ。いや、ふりじゃないよ、俺は更生したんだよ。いや、ねえ、ねえ、何、俺も構成したから GT300 でチャンピオン取れたわけよ去年。お前が取ったんじゃなくてドライバーが頑張っただけで、まあ、お前が一体何してたかっていうの。俺はそこにいることが重要なの。そうか、やっぱりその、ね、だいぶ白熱をしてきましたけれども。そうそうでもこれはあのカートップ の、はい、ザッカーとカートップ、はい、品のいい雑誌じゃん、うんうんうん、オプションとかカボーイとちょっと違うそういう名前は出さない。あ、出さない、ね、そうそうそう、こうヤングバージョンっていうのがあった。いやいやいや、あれもコツタイムスなんだけど、余計なことは言わない。カートップって正当な雑誌だから、うんうん、ね。じゃあ川倉と一緒みたいな。あ、ちょっと違う、あそこまで気取ってない。ああ、そういう言い方をしていいの大丈夫お
俺カーフラ全然一回も関係ないもん。カーフラの人余計なこと言わなくていいからもう岡山行った方がいいんじゃないの。分かった、うん、あの今年も一生懸命頑張りますんで、あのいろんな方面で、ね、あのこっちの方はカーベ足回り知らないよね。すいませんカーベ知らないのね。だからもうレーシングカーしか興味がないのこの人は。あ今はね、今はチューニングカーなんかあんまり興味ないもんね。あチューニングカーっていうのは昔はスプリング取ることだった。それ暴走族。あ違うの、うん、それ暴走族。そろそろお時間かもしれないです、はい、バンドさん岡山、はいはい、ありがとうございました、はい、バンドさんでした。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。もうこの人のおかげで今があります。いや素晴らしいです ね階段から降りないでここから降りていくっていうね本当ありがとうございます。まあなんか土屋さんのあの昔の話が、いやだってあの人のおかげで俺プロになったからね。まあ皆さんね、バンド紹介さんにお世話になってっていうのは、うん、とっても、いやだってオリドだってそうだ、はい、そうですよね、バンドさんから拾ってもらって、ね、俺も拾ってもらって育ってもらって、ね、そうだからあの人から始まってんだよね大体日本のモータースポーツは。そうですね、谷口なんか広島の暴走族だからね、あれねえ86で広島の駅前ドリフトしてたんだよあれ。金髪でしたからね。そうそうそう、はい、ね、だからなんだって、だからなんだっていう話ですけれども86ですよ。86だから足回りそうカーベで、はい、で安くて性能のいいのっていうのが今回テストしたの。急に戻りましたね真面目にね。だから戻しましたね俺はもともと真面目なんで。 ありがとうございます、はい、だからやっぱこう高い車庫場って世の中にいっぱいあるじゃん。そうです ねいくらでも電話つけられるわけ、うん、だけど安くても同じものできないのっていう、うん、そこから始まってるからさ。そうなんか今回ね鎌田さんからちょっと紹介してもらって、ええ、KW さん、ええ、ご紹介いただいて、はい、土屋さんに乗っていただいたわけですけれども、ね、はい、乗ったらなんか良かったんだよ。なんか良かった良かった思ったより全然良くてあこれはもう皆さんに紹介してもいいなっていう。それでザッカーにも乗っけてますけれども、うん、高い方の KW と、まあ、ちょっとこうストパフォーマンスのいい ST っていうね、はい、2つ乗っていただいて、土屋さんがこっちがいいなって言ったのが僕意外だったんですけど ST だったんですよ。 ST だったんですね、ね、はい、そのだってさ、そのさっきとね毎週走るんだったらその車庫調でもいいわけ、うん、だけどそんなにさっきと行かないから普段の街乗りの方が多いからさ、まあだから一般の方のこと考えてっていうこともありますよね。でやっぱりそのタイヤもそうだし、S タイヤを入れるんだったらその車庫調の高いやつ入れればいいんだけど、俺 S タイヤ履かないし普段いや本当に あんな乗り心地の悪いタイヤさ、タイムアップ以外はタイムアタック以外は乗らないですよあんなタイヤ。だから普通のタイヤでテストしましょうって言って、はい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 、そっちの方が良かったのっていうことですよね。その辺どうですか、橋本社長、ST が評価されたっていう。先ほどのトークショーでも、お話いただいてたんですけども、はい、やっぱりそのリーズナブルでちょっとしたチューニングということで、はい、やられるんだったら ST の方がもちろんいいと思いますし、うんうん、そういうお考えでやらせていただいてものすごくこちらはありがたいです。ありがとうございます、うん、そうですよね。まあ、ST はコストパフォーマンス高いと言いつつもカーベイと同じ技術が採用されているわけですよね。その KW の方は、はい、リバウンドとバンプの方アルバイト下を調整できるんですけど、はい、ST の方っていうのはリバウンドだけが調整できて、まあ、乗り心地すごく体感できますんで、そっちの方で十分かなっていうのをおっしゃっていただいたんで、まあ、要はその KW の方は伸び側も、縮み側も調整ができるけれども、土屋さんそんなの調整できる人いますかね、その伸び側縮み側ってベストな。だからそれはね本当にレーシングチームじゃなきゃ分かんないバンプリバンプをこういじってまあね、そういうの楽しむっていうのもありかもしれないけれども、だオタクにはいいですよ本当に。良さも分かんないで、オタクにはバンプこうだな、リバンプこうしようみたいなね、うん、だってレーシングドライバーだって本当難しいんだよ、バンプとリバンプいじるって、ね、だからその中間のいいところを取ったそのなんだっけ ST ですね、 ST、はい、は本当に軍災全開で走ったけど、あこれでいいやっていうって思えた。そう、うん、全然あこれでいいやって。でこの間筑波サーキットも走っていただきましたけど、まあ、マフラー交換しただけの10馬力アップで、うん、1分7秒っていうねタイム。雨で7秒台って結構速いですよ、うん、でタイヤも普通のハイグリップタイヤじゃないですよ、ミシュランのパイロットスポーツ、はい、S4S そうですね、はい、
だから日本 の, そのハイグリップタイヤとは全然違いますよ。そうですよね。だそういうタイヤで雨の中で7秒台っていうのはすごいタイムだと思う。どうなんでしょう天野さん、ST っていうか KW とミシュランの相性みたいなのっていうのは同じヨーロッパのメーカーじゃないですか、多少ありますかね関係って。軍祭で土屋さん乗っていただいた時もおっしゃっていただいたんですけど、すごいタイヤとサスペンションの波長がすごくあって、すごくマッチングしてて乗りやすいっていう風に言っていただいてて、そのあたり、同じヨーロッパのメーカーとして、どっか尖った性能がなく、全体的に例えばウェットでも路面の悪いところでも、トータルバランスに優れた商品になってるっていうお互いのいいところが多分合ってるんじゃないかなと。なるほどね、カマさん、そのね、僕、土屋さんから、波長が合ってるっていうね、コメントを聞いたときに、ちょっとびっくりしたんですよ。それ一発で、そうですね、そうですね、僕もびっくりでした。あんまり僕もびっくりでした。正直最高の褒め言葉じゃないですか。まあ、そうなんですよ。足とタイヤ、ボディの波長が合ってるって、そうなんですよ。その言葉を聞いた、いただいた時にも僕の中ではちょっともう涙が出そうでしたからね、今全然そんな感じじゃないですけどねでも感動してましたよね。そうですね、やっぱり土屋さんね、サスペンションとタイヤ、あとまあホイールも関係してくるのかもしれないですけど、チューニングっていうからにはどれかがとんがっててもあんまり良くなくて、まあ、だから本当にモデューロのモデューロ X の開発やってると、そのボディのこうボディ剛性のこう歪みってあるんですよ、歪みが。それとそのボディ剛性がどう歪んでいくかっていう波長に対して、タイヤとホイールがこの波長とずれるかどうか、このずれをこうなくしていくのが開発なんですよ。そういうことですよね。だから思ったより一発目でよかったからこれでいいんじゃねっていう感じでしたよ。なるほど。そのホイールもタイヤもサスペンションも、ノーマル の, そのトヨタ86に関してはこれ合ってるなっていう感じ、それどうですか橋本社長、狙い通りっていうかまんまとって感じですか、それともって感じですか。いやいや、こっちも本当に土屋さんに乗っていただけるってなって、鎌田さんにセットアップしていただいて、そこまでいい結果が出るとは全然思ってなく、ありがたい試合なんですけど、やっぱりその開発車種 KWST というのは車種専用でやってますんで、リグテスト、セブンポストリグテスト、フォーポストスワイプテストっていうのをやってまして、その辺のところがやっぱりこうストリートでも実際普通に乗っていただける、車高を下げてもそこまで乗り心地を損なわないというようなところでは、いい仕事をしているんじゃないかと思うんですよ、KW 車というのがね。KW って欧州車に対してはすごく供給量多いと思うんですけど、まだまだ日本車に対してはね、日本車は去年一昨年にですね、KW ジャパンという会社を設立しまして、その前までは橋本コーポレーションが、20年間欧州車向けに輸入してたんですけれども、まだまだ全然国産車の方では、KWST ともに、全然多分ご存じじゃない方がほとんどだと思うんですけれども、KW ってなんだみたいな、ステッカー見たことあるけどみたいなところからちょっと徐々にこのオートサロンでもテクアウトさんの車でお世話になって、やらせていただいてるんです。で KW ってなんだって言われた時になんかKW なんて感じ悪いみたいな、いうようなこと言われた方とかもいらっしゃるぐらい、もう全然分かられてないんで、今後ちょっとこういろんな国産車の方でもアプリケーションを増やしていって伸ばしていきたいなみたいなことを思ってますんで、なんか紫色のロゴっていうのはなんかね、テックアートさんと被ってるようなところありますけどね。あ、そうですね、蒲田ワールドですね。蒲田ワールドです。蒲田ワールド、ちょっとすごい世界ですねそれね。まあいいものであればもっともっと皆さんに知っていただきたいですし、しかも減衰調整がすごい複雑なものもあるし、なおかつもうちょっとお手軽な ST っていうね、入門モデルもあるっていうことで、まずは ST からちょっと試していただいて、もう少しサーキットを攻めていこうかなっていう人は KW にみたいな、そういう風な感じがいいですかね。そうですね、はい。さあ、土屋さん、86はこれからもね、まあ皆さんのお手本となるべくチューニングをやっていくっていうことになると思うんですけれども、どんなことしていきたいですかね。やっぱりもう AE86 の延長線上ですよ、皆さんがやっぱり普段楽しめる車で、エアロにしてもあまりけばくなくてさりげなくっていう、だからやっぱり
基本的にやっぱり AE86 の延長線上にありますね、はい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 、86BRZ はやっぱこう見た目、普段乗りやすくて、はい、あんまりけばくなくて、うん、だけどちょっとしたエアロをつけたいな、うん、で性能もちゃんと出てる、足回りもやっぱり普段の街乗りがメインとして、はい、まあ月に1回かぐらいサーキット走った時に満足いけるような、うん、そういう車、あとは絶対壊れないっていうチューニングですね。そうですね、はい、まあ、土屋さんが AE で散々いっぱい壊してきたような思いは皆さんにさせたくないなみたいな、そんなところですかね。いや、もう当然でしょう。だって壊れるようなねフルチューン皆さんに紹介してもあのローン地獄になるだけなんで、ね、やっぱこう自分ですごくねそういう時代を過ごしてきたんで皆さんにはそういう思いさせたくないなっていう。そうですね、だからやっぱ壊れない車で乗り心地のいい車で、はい、もうやっぱ気分がいい車をね作って皆さんに紹介していくって、あとはもう皆さんがそれを手に入れるかどうかだけの話 で、 そうです、ね、情報としてはね我々が発信していくのがベストじゃないかなと思いますよ。なんかさっきのトークショーだとちらっと N2 モデルもみたいなこともちらっと話にありましたけど、まあ、N2 は N2 でも本当に究極ですからね、壊れてもいいから速い車っていう、まあ、86バカの世界になってますからね。そうです、だからもうそれはそれであってもいいと思うんですよ、うん、ただやっぱり皆さんにそれはじゃあ N2 がいいからって今まで AE86 でね26年間やってきて紹介はしない、こういう究極の86もありますよ、うん、ただし壊れますよっていうそういうアドバイスはしてます。なるほど、まあ、あの土屋さん、あの一昨日からですか YouTube も始めて、はい、YouTuber になったんですよね。そうです、一昨日デビュー、はい、もう2万件ぐらいなんか YouTube の登録数があるみたいで、はい、まあ、ありがたい、はい、とってもありがたいお話で、はい、これで土屋さんもガッポガッポと。ないないない、それはないな、それはない、うん、だけど、まあ、あの普段カートップのウェブとかでは見れないような、うん、そうですね、あの土屋さんの、まあ、違う一面というか、はい、そういうものが YouTube では見れるっていうね、はい、そちらもぜひ皆さん見ていただきたいですね。お願いします、はい、さあ鎌田さん、そろそろエンディングなんですけれども、はい、これから86ストリート号、はい、どうしていきましょう。あ、やっぱりさっき土屋さんがおっしゃった通り、はい、そのまずは壊れない、それも大前提なので、はい、まあ、みんなが乗りやすい仕様に仕上げていくっていうのは、うん、そうですね、もう間違いないんですけども、はい、まあ、段階を追ってもう一気になんか全部やるんじゃなくて、うん、一つ一つ、はい、今回はサスペンションをやらせていただきました、はい、じゃあ次はどうしましょう、LSD でも行きましょうか。土屋さん、ね、LSD 決めます。そうですね、ファイナルやってみるとか、まあまあ、徐々にまあいろいろこう試してみることはたくさんありますよね、はい、じゃあ期待してますんでよろしくお願いします、はい、で天野さんどうしましょうかね。もうサスペンションは一応 ST 決まり一段落しましたけれども、もっと皆さんにね、はい、使っていただきたいですよね。そうです ね、ぜひ、まあ、今、うん、そうですね、 KW はとにかく、まあ、サーキットで走るんだったら KW でちょっと終わってるかもしれないんですけど、はい、まあ実際群載で乗っていただいたサスペンションは、はい、KW のバージョン3っていう商品で、うん、まあ、枠組みで言えばストリートパフォーマンスになりまして、ほぼほぼデフォルトの減衰で乗っていただいたので、うん、まあ、ちょっと固めに感じてしまったのかなと思うんですけど、逆にもっともっと伸びも縮みも柔らかくしていくと、うん、いいって言っていただいた、言っていただいた ST よりももっとこうソフトにもなり得る。なるほどなるほどなるほど。逆にもっと ST よりもスポーツにもなるというすごい幅の広い商品 で、うんうん、でそのもう一個上に KW のクラブスポーツ、はい、2A、3A っていうのがありまして、はいはい、その辺になってくると、まあ、それこそ言っていただいたサーキットで走るとか、なるほど、そういう風な方向で KW っていうものを、まあ、すごいバリエーションありますよね。そうすると、はい、もらえれば、はい、でまあ、2A とかいらない人は本当 ST でいいのかなっていうところで、うん、ね、社長、まずは ST から皆さんちょっと試してもらいたいですよね。そうですね、 ST から試してもらって、はい、ね、で徐々にそのもう少しやりたいお客様とかっていうのはバージョン3とかクラウドソースとか、うん、バリエーションありますん で、はい、で先ほど次のステップっておっしゃってたので、ブレンボのブレーキっていうのも橋本高校生でやってますので、はい、ブレンボのブレーキキャリパーっていうのもありますので、そちらの方もよかったら次のステップとして試してもらって。そうですね、86、そうですよね、あるんですもんね。土屋さん、ブレーキもちょっとね、パワー上がってきたら少しは見直したいところですよね。
まあ見た目大事ですからね。まずはね、はい、まずは見た目。まああの橋本コーポレーションさんはいっぱいなんかあのブレンボさんもそうですけれども、マフラーのメーカーアクラボビッチさんですとか、スープラのパーツ供給もたくさんされてて、まあ、かなりトヨタに向けてアプローチしっかりされてるなと。 A86 も新しいサスペンションもね出してますね。そうですね、今の開発されて、はい、まあ、そんな、土屋さんの新しいストリート号ですけれども、あちらに展示してあります。でこのトークショー終わりで土屋さんあちらであの撮影、記念撮影というか、車の前に立っていただいて皆さんに写真も撮っていただけるようにしたいと思いますので、ぜひともこのトークショー終わりで向こうの雑貨ブースの方にお集まりいただければと思います。じゃあ今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。